見つけた。かくれんぼはもう終わり。もう逃げられないよ。私から逃げられると思ったの？最強の魔族にして一流の暗殺者であるこの私から逃れるなんて不可能に決まってるわ。さあ覚悟を決めなさい。自らの人生にさよならを告げて新たな世界へと旅立つ心の準備はできたかしら。さああなたはこれから私のペットとして生きていくのよ。え？殺さないのかって？はあ？どうして私があなたを殺さないといけないの？私はあなたをペットとして飼うつもりなんだけど。人間なんてろくでもない生き物だけどね、あなたを一目見た瞬間他の人とは違うってすぐに分かったわ。なぜだかわからないけどあなたのことを見ていると胸がドキドキしてちょっぴり楽しい気分になるの。気がついたらあなたのことしか考えてるし、これってなんだか変よね。こんな感覚初めて。これってきっと何かの運命よ。だからね、私あなたをペットにするわ。え？それは恋じゃないかって？恋？一体何を言ってるの？魔族が人間のことを恋愛対象に見るわけないじゃない。人間って時々変なことを言うわよね。あなたが私の恋人になるなんてありえないわ。でもその代わりちゃんとペットとして可愛がってあげる。はい、好きあり。綺麗につけられたわね。その首はよく似合ってるわよ。これからはあなたの寿命が尽きるまでずっと一緒にいてあげるわ。ひとときも離れずあなたのことを見ていてあげる。絶対に離してあげない。